谷がヤバすぎて野球民ドン引きを、6月13本に到達してて草。なんやこいつ、ヤバすぎる。ひえええ。軽く逆方向にホームラン打ってて草。片手で左中間に打ってて草。ドン引き定期、ヤバすぎるやろなんやねんこいつ。MVP、MVP。ガチで今シーズン初鳥肌立ったわ、大谷ランド。恐怖が勝ってきたぞもう。フライみたいな雰囲気だったのにすげー伸びてホームランになったわ。俺たちは何を見てるんだ？何が起きてんのこれ？マジでとんでもないな。ちょっと引くわ。今後大谷超える選手一世聞こえても出ねえわ。野球民もドン引きの化け物。引きつけて逆方向に引っ張るって無敵だよな。翔平へぇ、翔平、へぇ。今更やけどとんでもない化け物やな。野球ファンとして相当コアな方なんやけど、ここまで来ると嬉しいよりドン引きしてしまうわ。こんな野球選手未来永劫出てこないやろ。最近気づいたけど、大谷って結構すごいよな。ここまで来るとすごい通り越して引いちゃうよな。Y がテレビつけた瞬間打ってて草。さっきまで笑って見てたけど正直ドン引いてるわ。一人だけパワプロやん。ご視聴、ありがとうございました。